ます。お願いします。お願いします。自己紹介したいと思います。こっちが一本槍の村上と言いまして、そして僕が一本槍のりょうちゃんです。りょうちゃんって言います。お願いします。すいません、呪いにかかってるわけではないんで安心してみてください。お願いします。皆さん、今日はね、皆さんにね、おすすめのデートスポットを紹介したいと思います。なんと紹介できんの？できる。説明下手くそなんだからね。ね、うん、皆さん、絶対に動物園でデートしてください。動物園デート？ああ、いいじゃないですか。そう、ね、特にね、ライオンのとことか行ったりしてね、それで女の子がね、こうライオンが吠えたりして、それで怖がったりするのをね、楽しむんですよね。ライオンって吠えたらどんな感じなの？ガーッ、ガオーっていうか。そう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 、まあそういう感じだよ。それ見て女の子怖がるわけ？そう。どんな感じで怖がるの？怖い。ほとんどライオンだったけどね。あ、そう、そうかな。まあ怖がってるわけだ。うんうんうん。そういう時りょうちゃんだったらどうすんの？好きー。もう告白すんの？する。まだ動物園ってライオン1頭しか見てないから。あ、そっか。大丈夫、他のとこ行った方がいいんじゃない？あとはね、ゾウのとことか行ってね。ゾウ？そう、ゾウってすごい迫力だから。ゾウどんな迫力なの？それはもうパーン、パーンか。そうだよ、当たり前だ。猿とかどんな感じだ？猿はキーってね。それブレーキの音でしょ？違う、それはキキーでしょ。りょうちゃん普段ブレーキ超えてると思うの？キキーね。こうね。そう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 、いいんだよ今、動物園の話だからね。動物園ね。そうだよ。ライオンどんなんだっけ？いや、ライオンはガオーだよ。女の子は？女の子怖い。フラミンゴは？ピーン。それ鳴き声じゃないよ。知らないよ、聞いたことないんだから。そんなのは。あ、聞いたことあるの知ってるのね。あるよ、そうだよ。フクロウ、フクロウ。フクロウは、はぁ、怒ってない？なんか怒ってないよ。怒ってたらコラーって言うから。コラーって言うのね。言うよ、当たり前だろかよ。キリンは？キリン。本当に？知らないよ、聞いたことないんだって。鳴き声のシステム、ピカチュウと一緒だよそれ。ピカチュウはピカチュウって言うから。フクロウは？フクロウは、はぁ。ピカチュウは？ピカチュウ。フクロウは？はぁ。ピカチュウ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 。喉壊れるよ。ねえ、喉壊れちゃうから、そんなんやると。じゃあちょっと喉壊れる前に、うん、江頭さんのモノマネやってもらっていい？おーい、できちゃったねえ、なんでやっちゃうの？やいんだ今。江頭さんで袋やってみて。ほー、なんでそんなことやらすの？ねえ、いいんだよ今そんなの。怒った猫、怒った猫。なになんでうまくいかないの？わかんない、それは。なんだ、いいんだ今のは。じゃあキリンでブレーキ踏んでみて。キキキリン。キキキリンって言ってるよ。ほんとだ、うまく歌っちゃったよ。うまく人の名前になっちゃったじゃん。人の名前になっちゃった。いいんだよ今は。何？今動物園の話ね、動物園の話だから。それ機関車だろ。機関車、ポッポーポッポー。もっとスピードアップしないと機関車ない。ポッポーもっと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 もっねえ、お腹すいちゃうよ。いいんだよ今、僕全然さ、いろいろ喋りたかったのに何にも喋れなかったじゃんかよ。結局何が言いたかったのよ。じゃあ、だからね、皆さん、僕が言いたかったのはですね、一本やりのんじょうちゃんね。へい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 。もうやどうもありがとうございました。